ベクターさん、お願い、クリームを連れ戻してきてください。まだ幼いあの子が苦労してるなんて、親の私にはとても耐えられないんです。ママちゃん、私の気持ち分かって。ベクターさんなら必ず分かってくれると。はい、分かりますとも。おいおい、分かってないだろ。始まった始まった、ベクターの妄想止ま